今年のボール、なんかおかしい。加藤がマスラ下回る地獄のボール。おかわりさんが判定機は笑ってもうた。榊原さんのおかげでホームランが外野フライになったよ。水野、中日の優勝させ方知ってる？俺らは知ってますよ。中距離打者を潰すな。村上とか大山とか中田翔もホームランを外野フライにさせてんのがやばい。ボールはぶったら加藤の文字出てきたりしないやろか。今年のボール作ったやつ、作らせたやつ出てこいや。今年岡本が30本打てるかだけが心配や。29本とかで終わったら恨むぞ。ヌレスポ時代より狭い球場増えてこれやからな。一足先にヌレスポ対策をしていたチュニドラが首位回走してるのくさ。ダッツの先読みはさすがやで。選抜も飛ばなかったな。現地行ったけどインパクト音がめっちゃ小さかったんやけど、あれハーレでファールボール危ないやろ。目指してるのは安心安全の野球だからしゃあない。時短したいけどピッチクロックはめんどくさいからまだ導入しません。ボールは全く飛ばないように内緒ですり替えます。最高点行ってから落ちてくんの早すぎて草。これからバッターが長打諦めてゴロボールレボリューション起きるんちゃうか。現在のホームラン王、パリーグ4本セデイニョ、本拠地京セラ、セリーグ3本細川、本拠地バンド森下、本拠地甲子園。これだけ飛ばないボールなのに広い球場本拠地で打っている本物。今日一番失速してたのはサンタナのやつか。これだと阿部野球が正解やな。バッターはコツンで得点、ピッチャーは非急遽非ど真ん中で濡れ、スポパワーで完封できる。今年はセカンドゴロレボリューションと自己犠牲の2強か。このボールのまま行くと、スモールベースボールからは遠いような球場や指向性のチームは確実に沈むよな。ヤクルトなんか96敗の年並みに弱いと思う。